マイクロソフト SQL サーバーとは、マイクロソフトが開発している、関係データベース管理システムである。略称は、SQL サーバー、または、MSSQL などと呼ばれている。主要な問い合わせ言語は、TSQL と、ANSI SQL である。企業サーバー向けの高機能なシステムから、組み込み系の小規模なシステムまで幅広く対応する。 また Microsoft Windows と親和性が高く、Ado やアド、ネ Net を経由して最適なバックエンドデータベースを構築できるようになっている。SQL Server はその規模に応じた複数の種類から構成されており、規模に合わせて機能や性能が異なっている。SQL Server 2016サービスパック1からはエディションごとの機能差が緩和されており、Express Edition スタンダードエディションでも以前はエンタープライズエディションでのみ提供されていた機能の一部が使用できるようになっている。SQL Server 2016以降は X64 のみの提供となり、X86IA-64 版の提供は行われていない。SQL Server 2005デベロッパーエディションのインストールディスク無償版は 個人用途や多くの小規模商用アプリケーションで利用されているため、以下に詳細を記述する。むずだ。Microsoft SQL Server Desktop Engine は利用できるメモリサイズやデータベースサイズなどに制限があるものの無償で利用でき、学習用あるいは小規模な Web アプリケーションやデスクトップアプリケーションなどで利用できるものである。 グラフィカルな管理ツールが提供されていないため、主にコマンドベースのユーティリティを利用して管理する。なお、Windows Vista からは動作保証外となった。ムズダの後継製品は、SQL Server Express Edition である。ムズダのバージョン詳しいバージョンの調べ方は、Microsoft Support Online を参照。SQL Server Express Edition SQL Server Express Edition は、 ムズダの後継製品で、引き続き無償で公開されている製品。ムズダで利用できなかった管理ツールも公開され、管理が容易になった。また、データベースの最大サイズが拡張された。ただし、物理 CPU の認識が一つに制約されたり、メモリの使用量が 1GB まで縮小されるなどの制約もある。また、ムズが2000に存在した。 ジョブスケジュールなどの機能が省かれた。高度な機能は利用できないが、その代わりワークグループエディション以上のエディションと同等のプロトコルやトランサクト SQL が利用でき、無償の開発プラットフォームを提供することにより、ユーザーの囲い込みを図るマイクロソフトの戦略的パッケージと言える。同じコンセプトの戦略を取るものに IBM DB2C がある。 SQL Server Developer Edition SQL Server Developer Edition は開発、テストシステム、デモの用途でのみ利用可能なエディションである。以前は有償製品として提供が行われていたが SQL Server 2016のリリースのタイミングで無償利用可能な製品となり SQL Server 2016以降は評価版のインストール時にデベロッパーエディションを 選択することができるようになっている。無償のエディションであるが、エクスプレスエディションとは異なり、エンタープライズエディション相当の機能、ハードウェアリソースを使用することができ、SQL サーバーのすべての機能を使用することが可能なエディションである。各々の,の,のバージョンで最新のエンジンに改良されたり、新しい SQL 構文がサポートされていったり、アルゴリズムなどが変化したりしている。 ある範囲での広報互換性も保たれており、互換性レベルを指定してその時点と同じ挙動をさせることが可能である。一方で、新しいバージョンにおいて互換性レベルのサポートが外れてしまったアプリケーションは利用できなくなるので注意が必要である。ここでは、SQL Server 2005及び2008に関するライセンスを記述する。最新のライセンスの情報については次の情報を。 参照。以下に、ライセンスの主なポイントを記述する。なお、ライセンスの詳細条件はエディションによって変わることがあるため、マイクロソフトの公式サーバーサイトや、ライセンス取扱業者なども参考にされたい。SQL サーバーには、様々なアドオンサービスが含まれている。これらは、データベースシステムの運用に必須でないが、中核機能であるデータベース管理システムの、 付加価値サービスを提供する。これらは SQL サーバーの一部として実行されるものもあれば、別プロセスの Windows サービスとして実行され、独自の API を提供して、制御、操作することができるものもある。SQL サーバーマシンラーニングサービスは、SQL サーバーインスタンス内で動作するため、ネットワークを介して、データを送信したり、自分のコンピューターのメモリに、 制限されたりすることなく、機械学習とデータ分析を行うことができる。このサービスには、データサイエンスで一般的に使用されるパッケージを含む、マイクロソフトの R、Python Distribution と大規模なマシンモデルの作成に使用できる独自のパッケージが付属している。SQL Server Service Broker は、インスタンス、プログラミング環境内で使用される。 クロスインスタンスアプリケーションの場合、サービスブローカーは TCP、IP を介して通信し、メッセージの交換を介して様々なコンポーネントを同期する。サービスブローカーはデータベースエンジンの一部として実行され、SQL サーバーアプリケーションに信頼性の高いメッセージング及びメッセージ級プラットフォームを提供する。SQL サーバーレプリケーションサービスは SQL Server によって使用され、ネットワーク上の他のデータベースサーバーや、クライアント側のデータベースキャッシュなどのレプリケーションエージェント間で、データベースオブジェクト全体、または存在するオブジェクトのサブセットをレプリケート、同期する。SQL Server Analysis Service は、SQL Server Database に o ラ a p とデータマイニング機能を追加する。ORAP エンジンはデータのモーラップ。 ローラップおよびホルップストレージモードをサポートする。アナリシスサービスは基盤となる通信プロトコルとして XML4 アナリシス標準をサポートする。キューブデータには MDX およびリンククエリを使用してアクセスできる。データマイニング固有の機能には DMX クエリ言語でアクセスする。アナリシスサービスには決定目、クラスタリングアルゴリズム、 単純ベース分類器、時系列分析、シーケンスクラスタリングアルゴリズム、線形回帰、ロジスティック回帰分析、ニューラルネットワークなど、データマイニングで使用する様々なアルゴリズムが含まれる。SQL サーバーレポーティングサービスは、SQL サーバーデータベースから収集されたデータのレポートを生成する機能である。レポーティングサービスは、Web インターフェースで管理され、 カスタムレポートアプリケーションの開発をサポートするウェブ、サービスインターフェースを備えている。レポートは RDL ファイル形式で作成される。レポートは Microsoft Visual Studio の最新バージョンとインストール済みのビジネスインテリジェンスデベロップメントスタジオまたは付属のレポートビルダーを使用して設計できる。作成された RDL ファイルは Excel PDF CSV、XML、BMP、EMF、GIF、JPEG、PNG、TIFF、HTML ウェブアーカイブなどの様々な形式でレンダリングできる当初は SQL Server 2000のリリース後などドオンとして導入されノーティフィケーションサービスは Microsoft SQL Server プラットフォームの一部として SQL Server 2005に 初めてバンドルされた。SQL Server Notification Service は、サブスクライバーに送信されるデータ駆動型通知を生成するためのメカニズムである。サブスクライバーは特定のイベント、またはトランザクションに登録する。イベントが発生すると、ノーティフィケーションサービスは3つの方法のいずれかを使用して、イベントの発生を通知するメッセージを、サブスクライバーに送信する。 これらのメソッドには SMTP、SM SOAP、またはファイルシステム内のファイルへの書き込みが含まれる。ノーティフィケーションサービスは2008年8月の SQL Server 2008で廃止され、SQL Server Database Platform で正式にサポートされるコンポーネントではなくなった。SQL Server Integration サービスはデータインポート、データ統合、 およびデータウェアハウスのニーズに対応する SQL サーバーの ETL 機能を提供する。インテグレーションサービスには様々ままなソースからのデータの抽出、データのクエリ、データの変換、変換されたデータの宛先データベース、またはファイルへのエクスポートなどのワークフローを構築するための GUI ツールが含まれる。SQL サーバー全文検索サービスは SQL サーバーデータベースに格納されている非構造化テキストの特殊なインデックス作成及びクエリサービスである。全文検索インデックスは文字ベースのテキストデータを使用して任意の列に作成できる。これによりテキスト列で単語を検索できる。SQL ライク演算子を使用して実行できるが SQL サーバー全文検索サービスを使用するとより効率的になる。 SQL サーバーには現在2種類の管理ツールが存在する。他社製の管理ツール、以前のバージョンで使用されていた管理ツール、元はユニックスなどの上で稼働していたサイベースの製品でアングラのプロジェクトからスピンオフした開発者たちが開発したと言われる。この製品の名称はサイベース SQL サーバーだった。その後 OS。 に向けのデーータベスス管理システムをを手に入れることを望んだマイクロソフトがサイベースと提携して移植版を開発発売することになったマイクロソフトは後にプラットフォームを Windows NT に移したしたがって SQL サーバーの名称はマイクロソフト SQL サーバーとサイベース SQL サーバーを指すその後両者は提携を解消してそれぞれ独自に バージョンアップを行うようになり、機能に大きな差が生じているので、これらは厳密に区別する必要がある。ただ、しばらくして混同を避けるために、サイベース SQL サーバーは、アダプティブサーバーエンタープライズに名前を変えたため、今では単に SQL サーバーといった時は、マイクロソフト SQL サーバーを指す。両製品には、インターフェースレベルである程度の互換性が残っており、 同じドライバをいずれへの接続にも使えることがある。SQL サーバー6.5まではサイベースから技術提供を受け開発を続けてきたが、次期 SQL サーバーではアーキテクチャを一新したいと考えたビル・ゲイッツ自身が、当時関係データベースに関する世界的に著名な論文を発表していたジム・グレイやデイブ・ギャンベルらに直接会って口説き落とし、4名ほどをマイクロソフトに迎え入れ、 コードのほとんどを書き直し、世に送り出したのが SQL サーバーなのである。バージョン番号はわずか0.5しか上がっていないが、その中身は全くの別物となっていた。2016年3月7日、SQL サーバーオンリナックスのリリース計画が発表された。2017年10月2日に、 リリースされた SQL Server 2017において Linux や Docker に対応した。SQL Server On Linux は SQL PAR という抽象層を設けることで Linux 上で Windows の SQL Server のバイナリを実行するという構成をとっており Linux 版の SQL Server でも Windows 版の SQL Server と同等の品質が担保されている。 マイクロソフト SQL サーバーはエンタープライズ向けの RDBMS 市場、とりわけ中小企業向けで高いシェアを有しているが、競合ベンダーから多数の製品が提供されている上、オープンソース DB も普及しており、競争が激化している。主要な競合製品には以下の RDBMS がある。ありがとうございます。